外膜化石。前回と前々回でパーツを預け忘れていました。なんとか干からびる前に持ち込めたようですわね。セーフ。笑みは変化なし。次は下のフロアですわ。生き返れ生き返れ。ユーカリンのパーツも6つ集まって、残るは頭部と心臓です。前回、五色不動を起動したことで、都庁周辺の結界が消えたので、今回は都庁からバイル城に侵入し、ユーカリンの生首を奪還しますわよ。結界なし。まさかこのコープスはペンタクランマの隊員たち。あの時はよくも悪魔の手先扱いしたな。とどめを刺してくれますわ。すぐにバイルにも後を追わせるので安心していけ。むっ。とりあえず粉々になれ。ついにヤヤト君のレベルが検証用データを上回りました。馴染みの顔のトロールです。割とあちこちに住んでますわね。あ、満月だった。やむを得ませんが、死ね。またもや守衛。まずいですわ。コルゴンは物理と即死耐性が鉄壁。固定敵はアイテム攻撃が効きません。過去、聖水や手榴弾のダメージも、固定敵にはからっきしだったので、特殊な設定があるのかしら？よく考えれば、雷神剣でよかった。守衛が配置されているということは、多分こちらの潜入がバレてますわね。果たしてこれは罠なのか。人は同じ過ちを繰り返す。この守衛チョイスは物理偏重のプレイヤーを殺しに来ているな。エレベーターで渡辺リーダーの部屋に向かうのが正規ルートですが、ちょっと女性用フロアに寄り道。サキュバスだと？大歓楽街にすらいなかったのに、こんなところに生息しているとは。え、奥にもまだ何かいるんですが。しょうがない、次。
戻るな。こっちに来い。メデューサか。最上階は中央部分にも悪魔がいますわね。またお前か。徘徊悪魔なら即死コンボで蒸発させてくれるわ。間違えた。溶剤部って意外と強いですわね。うわぁ、すごい色。ペリの1ランク上、要魔人です。ここに来てかなりのゴルゴンをし、2階の悪魔は浅草っぽいですわね。では次は男のタワーへ。経験値タンク役だったマヨです。野生の個体は初めてのはずなのに、なぜかアナライズされています。思い出せ、仲間だった頃のことを。だるいから殺そうっと。奥にいるコカトリスは上の神殿で散々見ましたわね。ソヤはよくもマッチョドラゴンをイントロで終わらせてくれたな。野生のワウルフ、どこに生息してるか謎でしたが、こんな寄り道エリアにいましたのね。これカズミじゃありませんわよね。そして目的地の最上階には、以前リカームドラの相性検証で戦ったメガテン名物のギリネカラ先生。数年前、通常攻撃が全体2回攻撃のどっかのカッチャマを領職できると少しだけ脚光を浴びていましたが、実際にできるかは知りません。塗り壁の1ランク上、陽気なクロウを。こいつも合体で作ったような。イベント悪魔バグで徘徊悪魔が消えましたわね。全滅判定はされていないはずなので、フロアイドで復活。なんでこんなところに泉が。とりあえず度胸試し。MP も回復しますわね。バイル城攻略の拠点に使う前提かしら。右にいるのは竜王本論。ナーガラジャの1ランク下です。本論、要するにメーリンですが、ちゃんとした東洋の竜ですわね。
なぜここから、どうやってバイル城に行くのかの説明はありません。ふむ。堕天使ヤロケンは先ほど守衛として出てきてたやつですわね。アクロ王もいました。このレベルなら材料としてもっと早く出てくる。ちらっと敵が見えましたわね。道案内のついでにムドーンで消し飛ばしてもらいましょう。2回目で避けてくるとはさすがはラスガンの敵ですわね。対神霊エホバ用にナラギリを自陣営に引き入れている。プラス野中点遅延行為部屋やめろ。そしてダークゾーンでルイルイの道案内を無視して一歩左。階段の脇には端末があります。早速接続。はあ、しょうもないプログラムだわ。ウイルス端末だわで。そして逆サイドには宝箱。中身はキシモジンのお守り。儀典では貴重なパラメータ上昇付きアクセです。さらにアイテム仕様で無限ハリハラ。三四郎のものと合わせて2個取れます。初代で買ったビスパラ A もそろそろ最高が切れそうですわね。何か意味ありげな今の部屋は落とし穴だったりします。今後の本格進行に備えて当然各階をチェックいたしますが、そういう人のそばを見据えたバイルの卑劣なダメージ床。一方通行扉で戻される罠的なスペースですわね。むっ、悪魔が。お前はガネーシャ。その横にはマブ。妖精と妖魔の最高ランクです。無動アナライズ。ルイルイルイ。意外と殴りが痛い。最高ランクといえど弱い。儀典では妖精という種族自体が全般的に弱い印象を受けます。にしてもガネーシャは合体で作ったのにアナライズ未登録でした。もしかして作った仲間を召喚すればアナライズ登録されるのかしら。40ベヒモス、近年の作品では見かけない気がします。3回ヒットとはいえ満月時の豊穣の剣に耐えたですって。さすがの体力お化けでしたわね。
今度はアミンか。ここはレア悪魔の巣窟ですわ。だが超人気企画デビルアナライズでお前の弱点はすでに把握済み。いよいよ最上階。 BGM の威圧感がファンのハートを打ち抜くぞ。生首きたー。これゴッドサイダーで、リリスがゴッドサイダーたちの血をグラスに注ぐために使ってた装置を想像すればいいのかしら。他の部位があれだけ元気に動いてたし、この首も普通に動きそう。多分もうバレてるし、この状況は仕組まれたものなのでしょう。バイルに外出するような用事がそうそうあるとも思えませんし。よし、引き上げだ。お前はガンタリオン。そういえば新宿労働キャンプでとどめ刺し損ねてましたわね。徹夜、ハムテル、見ていてくれ。今度こそ印籠を渡してくれますわ。待て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 。なぜ戦闘が始まった瞬間に月齢が満月から16に進みましたね。まずいですわ。ヤンカラ王子の火力が落ちた。リカームドラを嫌え。ダブルリカームドラガン。もはや我々の敵ではないわ。なお、ゴールドフィンガーはレラジエも落とします。ネレイドはついにサマリカーム習得。また一体時代を彩った大悪魔が散っていきましたわね。これ無双ヒップアタックで突破できないかしら。ダメでした。帰りはさっさと戻りましょう。ネットリ探索を帰りにやっていれば、月齢が進んでしまう事故は防げましたわね。落とし穴の話なんてユカリン聞いてない。満月が過ぎたので軽く会話してみましょう。ちょろい。切り目からはもちろんダーク、欲しければ合体で作りましょう。あの時助けてくれたメンバーはうまく逃げ延びてるかしら。
このまま生首を持ち歩くと明らかに不審者です。さっさと市ヶ谷シェルターに行きたいところですが。何をもたもたしてるのかしら。ここでやっと杖を使います。生首を持ち込んだ時の展開は小ネタ集12でも見ましたわね。あ、条件反射でパーツを預ける動きをしたな。今引き取ったばかりなのにパーツが干からびています。バー再生させましょう。胸もがっつり干からびてますわね。そもそも干からびたパーツって預かってもらえる仕様だったかしら。え、心臓ないのに復活させるの。心臓がない上にまさか渡航の時みたいな邪教親父のサポートもなしか。復活したあら。ああ、心臓があればなんとかなるのに。この辺のことは食われた後もしばしばビジョンとして出てきたので、そらそうよって感じですわ。装備はまあいいか。人工心臓とかないんですか？心臓なしで生き返らせるのも、それで生き返るのもおかしいですわよ。とりあえずユーカリン復活。あの頃のまま帰ってきました。これは育成が必要ですわね。今回、達也が生き返るのはもう無理かしら。心臓を持ち逃げした奴のせいでユーカリンが奮闘しました。は？何の話をしてますの？ユーカリンの細胞と引き換えに培養層を借りる話に戻ってますわね。
これ脳セーブできてるから変なことにならないか不安ですが、とりあえず Y 要素を借りる前提で話を進めてみましょう。パーツも何もユーカリンは先ほど復活したんですが、最後も何かおかしい。一体何が起こっているのかしら。あ、ユーカリンの本当はリカームや千字万病撃滅内服薬で治ります。草加先生は完全にパーツ集め中の状態になってますわね。理解できないのはこちらの方ですわよ。そしてエミも復活したユーカリンにノーリアクション。これ培養層どうなってるのかしら。このしばしば混沌する仕様から復活後のユーカリンはおそらくエミ以上に放置されることが多いと思われますわ。達也は変わらず、これ誰の左腕だ。唐突にユーカリン増殖。一体何が起こっているんだ。この謎はもう補足動画に回しましょう。次回はとりあえずユーカリンの育成です。今回の本編はここまでとなります。引き続き悪魔紹介をお楽しみください。義天女神転生デビルアナライズ。今回の収録悪魔はこのようになっています。鬼女よもつしこめ、仕込めが嫁の先駆者兄貴がニコニコにいました。防御相性の呪殺反射が目を引きます。レベルの割に初登場が読みと遅いものの、合体解禁直後から作れます。自母神や鬼神を材料にして作れるので、終盤まで無駄使いが出てくる利点ならスタメン入りも十分に狙えるでしょう。悪魔生徒アキラ、ここからオセの前座で戦った成城学園の生徒たちです。名前の由来はミキがいるので不動か新二府から宮本という線もありえますが、どちらでもデビルマンに行き着きますわ。人間やめてても全然強くありません。全裸の上にこの程度の魔力では手かざしで座れる MP もわずかでしょう。悪魔生徒ヒロコ、名前の由来は神通のヒロコでしょう。ミラ系を三種も積んでいますが、こちらもやはり全裸です。怖い要素は何もありません。そもそもの攻撃力が低すぎるからですわ。利点で千羅のボスなんてただの餌、これを言うのも実に久しぶりです。悪魔生徒ヨシオ、名前の由来は神腕のロムヒーローでしょう。マハーギが2つあるというベータ的なミスの被害に遭っていますが、他にも複数攻撃を持っています。しかし魔力、つまり魔法攻撃力はさらに落ち、マハーギだろうがアギアートだろうが、エアコンの暖房程度にしかなりません。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。